4月でですね、一気にマイナス60万、70万ぐらいですね、食らってしまって、実は私も株価の分析とか、高度にやってみたいなというふうに思って AI を勉強し始めました、はい。皆さんこんにちは、AI 部長のネタです。本日は AI 株式投資について話をしていきます。最近コメント欄の方で AI 株式投資の近況が知りたいというコメントをいただきました。 で、おそらく以前から私のチャンネルを見てくださってる方かなというふうに思うんですが、リクエストいただきまして大変ありがとうございます。 はい。で、こちらは、え、以前動画で出したんですが、え、簡単に言うと、自分で日本株を予測するような AI のモデルを作成して、え、実際にその通りバイバイしてみると、まあ、どうなるかというのを検証する企画になっています。で、開始して1ヶ月ぐらいは経過報告をしてたんですが、え、チャット GPT の大きなブームが来て、それ以来、私の動画は、え、言語モデルの話題一色となってました。で、本日は、え、言語モデルではなくて、まあ、橋休めとして、まあ、こちらの AI 株価予測について話していきます。 で実は私はもともと株式投資とか AI とかプログラミングとか好きなので、まあ、そういう話がしたいなというふうに思って YouTube の発信活動を始めましたでこのチャンネルを見てくださってる方は7割以上は35歳以上の方なので結構投資とか興味を持ってたりとか実際やっているという人も多そうだなというふうに思うんですが皆さんどうでしょうか AI と投資って、まあ、フレーズだけ聞くと、まあ、ちょっと怪しすぎるだろうというふうに思う人も多い気がしますが、まあ、特に何か売りつけるという気もないので、えー、安心してみてください。はい、それでは早速やっていきましょう。はい、早速ですね、えー、約半年経って AI の株式投資がどうなったかということなんですが、えー、実はですね、えー、損失に耐えられずに運用停止というふうになってしまいました。 はい、ちょっと残念な結果になってしまったんですが、世の中ですね、そんなに甘くなかったなというふうな感じです。はい、こちらが取引履歴から損益曲線というのを可視化してみると、こんな感じになっていました。 1>, 1月の中旬ぐらいから、まあ、テスト的に始めてってですね、えー、3月はすごい調子が良かったんですよね。で、一時期ですね、100万円も超えてたので、あこれはすごいかなというふうに思ったんですけども、えー、4月でですね、一気にマイナス60万、70万ぐらいですね、えー、食らってしまって、ここら辺で耐えられなくて、まあ、やめてしまいました。 で、トータルで見ると、まあ、25万ぐらいプラスだったので、結果的にはまあ良かったんですけれど、運用が継続できなかったという点に関しては、まあ、残念な結果かなというふうに思います。で、久々に株の動画を作ろうと思って、以前作成した AI のモデルを回して、過去のシミュレーション結果を見たらですね、こんな感じになっていました。 はい。で、AI のトレードを始めたのが、まあ、ここら辺で、停止したのが、まあ、ここら辺ということで、先ほどのえ実際の損益曲線と、まあ、大体似た曲線になっています。なので、AI のシミュレーション通りに、まあ、売買はできてたのかなというふうに思います。でただえ、運用停止したのがここら辺で、その後盛り返して、まあ、大体500万近くまで上がっているので、やめ時としては、まあ、ちょっと最悪で、これだけ見ると、まあ、途中でやめなければよかったなっていうふうな気持ちも出てきます。 で、AI で投資って、まあ、どういうものかっていうのがイメージができない人もいると思うんですが、えー、毎日ですね、500銘柄ぐらいに対して、まあ、どの銘柄が上がるか下がるかっていう予測が0から1の間で出力されるものになっています。で、上がると予測したものと、下がると予測したものを、え、それぞれ十数銘柄選んでですね、え、売買するんですけども、この予測値が何を根拠に予測してるのかっていうのが、え、全くわからなくて、ここら辺の4月で、ま、損が続くと、まあ、怖くなって、まあ、続けられなかったですね。 で、だったら、まあ、原因を分析したりとかすればいいんですが、まあ、ちょっとですね、他のことの後回しになっちゃって、まあ、結局運用自体を、えー、やめてしまいました。まあ、なかなかうまくいかないという感じですね。はい。じゃあ、一切ですね、投資をやめていたのかというと、そうではなくて、AI の投資は一旦やめてたんですが、えー、簡単なデータ分析に基づく投資というのをしていました。で、データ分析で投資って初めて聞いたという人も、えー、いるかもしれません。 データ分析に基づく投資っていうのは、過去のデータを分析して、どういうふうに売買すれば、プラスになるかという規則性を見つけ出して、その通りに売買する方法になります。例えば、アメリカのニューヨークダウが上がった次の日っていうのは、日本の株は下がりやすかったりするので、まあそういった傾向をですね、一個一個を見つけ出して、その通りに売買していくと、そんなイメージになります。でありがたいことに、最近では、いろんなところから金融関係のデータを取得することができます。 例えば、Yahoo フフイナンスというところからは、世界の株価とか指数データが取得できますし、こちらの Jacon's API というものは、今年の春から日本取引所グループがデータ取得用の API を提供してくれていたりします。なので、Python とか使えば、簡単にですね、データを取得することができます。Yahoo フフイナンスは無料で、Jacon's API はプランによっては有料になってたりするんですが、決算の情報とかですね、いろいろ取得できる便利なものになっています。 はい。で、ここまで聞いた人はですね、えー、おそらく、まあ、そんな分析しても、まあ、簡単に儲かるわけないでしょ、というふうに、えー、まあ、思った人もいると思います。あとは、過去の株価から、えー、将来の株価を予測するなんて不可能だ、というふうに主張する人も多いです。 で、これは実際に、まあ、自分で株価のデータを分析してると、まあ、確かにですね、傾向を見つけるのは、えー、めちゃくちゃ難しいですし、実際、まあ、何かした傾向が見つかったというふうに思っても、まあ、単純にですね、過去のデータにしか当てはまらないと。えー、いわゆる株の世界では、まあ、カーブフィッティングというふうに呼ばれる現象の場合が、えー、多かったりします。 はい、ただ、えー、個人的には、えー、データ分析の勉強をする題材としてはいいのかなというふうに思ってます。分析しても、まあ、何も傾向が見つからないといった場合でも、分析をする過程で、まあ、どういうふうに Python のコードを書けばいいのかなとか、分析の仕方ってどういうものがあるんだろうなとか、えー、そういうところも含めて、まあ、興味が湧いて学ぶきっかけになったりします。 あとは、データ分析を始めようとすると、まずは綺麗なデータを準備しなきゃいけないというところで、まあ、そこが難しいんですが、先ほど紹介した API を使えば、そこら辺の仕事で扱うデータよりも綺麗に整っているので、分析とかプログラミングの勉強を始める題材としては、そこそこいいんじゃないかなというふうに思います。はい、実は私も株価の分析とかビットコインの分析を高度にやってみたいなというふうに思って、プログラミングとか AI を勉強し始めました。 で、現在は運よく AI エンジニアとして、まあ、データ分析とか AI のモデル構築を、えー、仕事としてやってるんですが、まあ、何もきっかけがなくて、まあ、Python とか AI とかですね勉強してなかったら今は全く別なことをしてただろうなというふうに思います。まあ、だからといって、まあ、全員やった方がいいよというふうなつもりはありませんが、まあ、チャット GPT もあってですねわからないことは何でも聞ける世の中になっているので、まあ、興味がある人はやってみてもいいんじゃないかなというふうに思います。 はい最後にですね AI 株式投資はこのままやめるのかということなんですがえ久しぶりにですねプログラム回してみたら良さそうな感じがしたので、まあ、少し調整してですね、まあ、再度リベンジしてみたいと思いますで動画としては、まあ、そこまでですね、まあ、興味ある人も多くはないと思いますのでまた時期を見てですね更新していきたいと思います はい。以上で本日の動画を終わりたいと思います。えー、この動画が良かったなというふうに思う人は、高評価、コメント、チャンネル登録の方よろしくお願いします。えー、それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。